ちは、カプリショーです。今回はこちらのスリンキーを作っていきたいと思います。これはですね、だいたい60枚ぐらいの折り紙を使っています。とっても簡単に作れます。それでは早速作っていきます。使うのは 7.5 センチ角の折り紙です。まずはですね、半分にして少しだけ印をつけます。そうしたらその印に合わせて両端に少し線を入れて向きを変えて、つけた印に合わせてこう折ったら、開いて向きを変えて半分に折って、開いてつけた線に合わせて両サイドを折っていきます。そうしたら半分にして、ここに線が入っているので線に合わせて上にキュッと折ったら、ここを山折りにして、これで一つのユニットの完成です。とても簡単です。半分にして線に合わせて印をつけて、つけた印に合わせてしっかり折ったら、開いて向きを変えて半分に折って、中心の線に合わせて両サイドを折って、半分に畳んだらついている線に合わせて折って、一度開いてついている線でこうしてユニットを作っていきます。これと同じものを全部で大体60個ぐらい使っていきます。それでは組み立てていきます。まずはですね、こう持ってもう一つの方はこうして伸ばしてください。そしたらこの部分をこう入れて、こちらもくるっとくるむようにしたら、内側を引っ張りながら外側を引っ張ってくると、ここまでピタッと入ります。そうしたらですね、ついている線でこうして作っていきます。もう一回やります。まずは伸ばして、この部分を挟めて、この部分をくるっと挟めるように中に入れたら、内側を引っ張るようにして、外側も引っ張るようにして、ここを合わせたらついている線で折っていきます。これで一つの輪ができます。ここをですね、
今と同じようにずっとつなげていきます。これでスリンキーの出来上がりです。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。